こんにちは、ロシアン佐藤です。今日の動画はですね、千葉の舞浜に行って撮影させていただいた動画なんですけど、一時情勢が落ち着いてて、東京からもねそんなに移動をやめようよみたいなのがなかったタイミングがあったと思うんですけど、その時に撮影させていただいて、でちょっと公開がねその後またちょっといろいろあったのでずっとできずにいたんですけど、お店もね近くの方とかからできるだけ応援してもらいたいなっていうのもあり、結構ね新しくできたお店なので、いろいろとそういう対策もねしっかりされているところだったりするので、そういうのも皆さんにお知らせして、あ、この店なら行ってもいいかなってもしかしたら思ってもらえるかなというところがあったので、はい、今日公開させていただくことになりました。結構ねがっつり揚げ物を食べてますので、可愛い店内と揚げ物のコントラストがすごくいい感じのお店です。ぜひぜひ見てもらえたらなと思います。それでは本編どうぞ。お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。今日はですね、舞浜のイクスピアリに来てます。今日なんと7月9日にオープンしたチュビエアラインズさんというところに今日は行ってみたいと思います。なんとこちら可愛いワクオカラリーをテーマにしたお料理がたくさん食べられるお店なんですけど、今日はオープン前なんですけど、特別に私専用のチャレンジメニューを作っていただけたということで、可愛い高カロリーなメニューをたっぷり堪能させていただきたいと思います。それでは早速中行ってみましょう。見てね、超かわいいのお店の感じが。やっぱねみんなカロリー高いもの食べたくなるじゃない。行こう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 。ということでこちら準備していただきました。お店の全メニューです。こちらを食べきるとなんと、店長さんお願いします。本日チャビエアラインズ全商品総重量 3.25 完食で、賞金として旅行券5万円分プラス当店自慢の無限チキン1年間食べられる無限パスポートを贈呈いたします。よろしくお願いします。頑張って食べていきたいと思います。ではお願いします。はい、よーいスタート。はい、スタートしました。それではいただきます。どれからいこう、ポテトからいこうかな。これコンポタです。いただきます。うん、これこれ。ポテトは味が8種類あります。うん、うまっ。めっちゃサクサク。ちょっとこうローテして食べよう。まずコンポタからいこう。すっごいサクサクで食べやすいポテト。よし、次チキンいこうかな。
い遠い。よいしょ。うわでかっ。チューリップみたいな形してる。うん。なんかね、唐揚げっぽい感じ。おいしい。しっとり。お肉しっとり。衣カリカリ。おいしい。チキンもう一個食べよう。これサクサクいけるよ。結構重たい。ボリュームたっぷり。なんかね、15センチぐらいあるんだって、長さが。チュロスもフレーバーが5つあるみたいです。チーズフレーバー。うん、周りさっくり、中もちもち。チーズがしょっぱみが効いてて美味しい。うん、チュロスすごい。ボリュームがめちゃ長い。よし、ポテトに戻ろう。次、無限。うん、もりもりいけそうな味。うん、トリュフだって。うん、すっごいトリュフのフレーバー、これ。めっちゃいい香り、トリュフ。ハバネロ。辛いやつ。うん、まあ結構辛い。でも美味しい。チロス1個。じゃん。うん、オリジナルチロスも結構塩気が効いてる。あ、ガーリックが。ガーリックめっちゃしっかり効いてる。これ食べ応えが。味がめっちゃがっつりしてる、これ。うまっ。チキン。
結構時間がギリギリかもしれない。ディップするやつ食べようかな。たらこ、おやおやおや、マスタード、うん、おいしい。時間がないぞ。チュロス食べよう。うん、甘い、おいしい。いちごちゃん。時間がないで、あと何分ですか？7分15秒。時間が足りないかもしれない、これ。
長っこれ食べてたのか。うん、ミント、チョコミントうまこれだけ残しでチャレンジは失敗でした。悔しい。もう一個一個のボリュームがマジですごい。でも正直ね、あ、全然いけるでしょって思ってたんだけど、チュロスもめっちゃ長いし、チキンもめっちゃ大きいし、ポテトももうぎっしり入ってるからすっごい満足感があります。チキンの無限パウダーが本当にめちゃくちゃ唐揚げ感とこうちょっとチキン感となんかどっちもあるみたいな感じで、もうずっとモリモリ食べられちゃう感じのチキンです。このちょっとね、厚さがそんなにこうなくて、こうサクッと歯切れがいいのがめちゃくちゃいいですね。胸肉って厚いとさ結構ボソボソしがちなんですけど、ちょうどジューシーな厚さになってて、すっごい最後までずっと食べやすかったです。ただすげーボリュームがあります。これはもうね、誰が食べても大満足なサイズ感。いいよ。めちゃくちゃ美味しい。うん。ポテトもね、チュロスもね、フレーバーがめちゃくちゃいっぱいあるから、サイズも大きいし、友達と来てね、シェアして食べてもいいと思うし、テーブルの下に大きい荷物かけられるようなこうフックあったりとか、あと充電のね、コンセントの穴あったりとかして、お店に来て食べながら充電できたりとかもするから、すごいいいよ。そしてお店でプリも取れます。プリ私本当全盛期でめちゃめちゃ取ってたからさ、取って帰ろうかなと思う、久しぶりに、うん、最後いきます。はい、完食しました。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はチャビエラインズさんで大食いチャレンジだったんですが、チキン残すところ1枚を二かじりしたら時間が来てしまいました。いや本当にボリュームたっぷりで映えしかない店内で、もりもりと高カロリーなものを食べるとなんか背徳感もぶっ飛んじゃうぐらいのなんかこうテンションが上がる感じで、とっても幸せになれると思います。たっぷり食べてこの後遊ぶエネルギーを蓄えてね、遊びに出かけるっていうのがいいんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ皆さん、7月9日オープンです。ぜひ皆さんご飯を食べに来てみてください。高カロリー摂取しましょう。それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。今日はこちらのお店チョビエアラインズさんでした。美味しかったです。ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。